はい、東学育ち農園です。玉ねぎですね、8月の29日に、種まきしたんですけれども、イネニカ覆土、使用してみて、大体2週間ちょっとぐらい、経ちましたが、今こんな感じですね。まあ一個一個見るとですね、まあ、まばらにはなっちゃってるんですけれども、まあまあそうですね、6割以上出てるかなという、もっと出てますね、7、8割出てるかなという感じですね。で、育苗箱、まあ、稲とかですね、作る稲の苗を作る際に使うもので、まあばらまきしたものをですね、結構こう出てきてます。こんな感じですね、あります。まあまあどれかがしっかりとなってくれればいいんですが、まあ、ここのですね、玉ねぎの苗とこちらこう見比べてみると違い分かりますでしょうか。こちらの方が少し葉っぱ部分緑色が濃くて、軸もですねちょっと赤いこの下ですね。ということでこちらはまあ紫玉ねぎ、サラダとかに、いいものですけれども、ちょっとこういうもう小さいところからですね、分かりやすいことになってます。まあ、こちら一般的な、玉ねぎ、先週の北玉ねぎとあとネオアースとかですね、そういった感じになってるんですが、こういった違いがあります。だそして今回ですね、ちょっとまあ何をするのかと言いますと、追肥作業ですね、行いたいと思っています。でもともとこちらまあ育苗作業の土は、滝の種、種の滝さんのですね、種まきバイドを使ってました。でこれ飛行と言われる、まあ、肥料の効く期間ですね、まあ、30日ということで、まだまだ、効いてるはずなんですけれども、だいたい2週間ぐらい、ただですね、まあ、ちょっと雨が多かったとかですね、まあ、そういったところもありますし、まあ、ちょうどこの、出てきたところですね。で、まあ、ちょっと液肥とかをですね、ちょっとずつ開けております。でも出てすぐなので幼い苗の状態ですので、まあ薄めにあげてるというのが、あります。実は先週ですね、もう一回やってるんですが、従来の3分の1の薄さでやったんですけど、まあ、何をあげたかっていうと、まずこの花工場ですね、綺麗な花、美味しい野菜を育てる、花工場、窒素 8%、リン酸 10%、カリ 5% と、あと微量ヨーソルトですね、まあ、ビタミンとかちょっと入ってるようなタイプです。これ原液なので、水で薄めるタイプですね。でまあ使い方としてはですね、だいたいこの上の部分1000倍から500倍となってるんですが、この1000倍のさらに薄く、もう3000倍ぐらい、この1000倍よりさらに薄くしてちょびっと上げた感じですね。で今回はちょっと2000倍に上げてみたいと思います。まあ、それでも標準よりは、薄いんですけれども、まだ、滝さんのですね土、肥料効いてるだろうということで、まあ、今回またちょっと薄めてます。ここのですね 成分の保証表とかだと駆動 0.01、 マンガン 0.004 で、ホウ素 0.016 ということで、若干微量要素も入ってますけれども、まあ主にですね、どちらかといえば目的としては、窒素とリン酸カリ、まあ、ここが一番、まあ、これかこの花工場さんから欲しいものですね、となってます。で実はもう一つ、混ぜて使ってます。で、これがですね、リキダスですね。
まあ、植物用活力液ということで、まあ、窒素リン酸カリが多分どうなんでしょうね、これ公表されてないのでわかんないですが、全く入ってないかどうなのかってとこなんですけど、主に入ってるのはコリン、ちょっとこれがちょっとそうですねわからないんですが、フルボ酸、これ腐食酸でアミノ酸、はい、でカルシウムということで、入ってますよということになっています。3つの相乗効果、なるほど、コリン、フルボ酸、アミノ酸の相乗効果があると。でカルシウムをはじめ、各種ミネラル、鉄、銅、亜鉛、モリブデンが活力を与えるということですね。でこの成分は、植物が吸収しやすいということでいいですね。で、まあ、カルシウムが多く含まれているので、まあ、かなり、植物が元気になる、尻腐れ予防にもなるということですね。普通のですね野菜の葉っぱにあげる場合は、200倍と結構多めでいいということですが、まあ、こういった苗、野菜苗ですね、まあ玉ねぎですけどの苗の場合、まあ、やっぱりここも1000倍となっております。ですので、まあ、本当は1000倍でいいんですけれども、それこちらも同様にまだ幼かったので3000倍で1週間前にあげてあります。でちょっと今回は、こちらもですね花工場と同様に2000倍で、薄めたものをですねちょっと水やりと一緒の感じであげようかなと思います。まあ、ここのカルシウムはですね、今回この覆土、上に上げた土ですね、これイネニカですのでかなりカルシウムもともと多くあって、まあ、ずっと効いてはいる状態ではあるんですけれども、まあ、リキダスですね、カルシウムありますが、まあ、フルボ酸、腐食酸とかですね、アミノ酸、コリン、まあ、こういったのを入れてちょっと元気に、いい苗に、したいかなということでやっていきたいと思います。でたびたび話してますが、前回は、3000倍1週間前ですね、3000倍で上げてあるので、その時はまだもっと小さかったんですけれども、今ちょっと苗も大きくなってきて肥料吸収もですねちょっと大丈夫かなということで2000倍でちょっとやってみて、まあ、鳴らしというかですね、そういう感じにしたいと思います。で、最終的にはですね、まあ、どこを目指すかっていうと、この気候、この30日ですね、肥料が、この育苗に使った土の肥料が、まあ、切れた頃には1000倍ぐらいで、上げていくようにしようかなと思います。期間はそれでも1週間に1回を目標としています。ではちょっと作ってみたいと思います。はい、それではここにですね、ジョロ水入れてあります。これ8リットル入り、ジョロですね、なんで8リットルからですねちょっと入れる量を考えたいと思います。まあ、8リットルの1000倍希釈だった場合は8ミリリットルですね。ただ今回ですね、このリキダスと花工場、どちらも2000倍にしますので、その半分の量にしてあげれば、2000倍ということになります。目標の数字になるわけですね。なんで、8リットルの1000倍の8ミリからその半分にするので4入れればいいです。でこういったですね 5cc とか 10cc ありますけど、これの45の1個下のメモリに合わせてやればいいかなと思います。じゃあまずちょっと花工場をやってみましょう。はい、見えますでしょうか。かなり
あ、多いですね。で、一応ぴったり、ちょっと見えづらいかもしれない、一応ぴったりいけたと思います。斜めになっちゃってますね、カメラの関係ですいません。一応4ありますので、このまま入れちゃいます。そしてですね、こちら活力域リキダースです。でこれも同様にですね、4入れればいいとなるわけですね。よし、はい、こんな感じ。リキュダスはちょっと黄色い液体って感じですね。これも4ありますので、入れます。はい、と入りました。であとはですね、まあ、なんか細い棒かなんかで混ぜてあげて、まあ、濃度を合わせるって感じですね。どの液体が入っても同じ効果になるように。完成です。それでは、水やりの要領で、あげたいと思います。この端っこがですねちょっとかかりづらいので、なるべく端っこを頑張ってあげるっていう感じですね。端っこやったら往復、はい、こんな感じで追肥、終了しました。で、まあ、一応ちょっとですね肥料をやけが怖いので、まあ、2000倍とか薄くやってます。で特に小さい時、苗がですねまだちょっと幼い時っていうのは結構、出ちゃうことがあるので、まあ、もし万が一そういう肥料焼けっぽいなんか葉っぱがこう茶色くなって焼けちゃったとか、まあ、そういった時はですねちょっと肥料の間隔を開けてみるとか、さらにもっと薄くして、開けるとか、まあ、そういったのが必要なので、あげた後ですねその苗の状態、まあ、見て、まあ、調整しようかなと思ってます。まあ、でもだいぶ、まあ、まだまだ土の肥料もありますので、まあ、そんなにやらなくてもよかったかもというとこなんですけど、昨年ですねだいぶ、玉ねぎ苗、失敗しましたので、ちょっと今年はちゃんとやろうということで、やってます。まあ、もともと春の育苗ですね、ナスとかの育苗の際からこういった花麹はちょっと使ってて、あんまりこのリキダスをちょっと使ってなかったんですけど、結構リキダスが良さそう。まあ、カルシウムとかもちろん入ってますし、まあ、食酸とかですね、フルボ酸、アミノ酸とかもコリマイって、良さそうなので、ちょっと今回合わせてですね一緒にちょっと使ってみて、どういう状態になるかもうちょっと、混合というか合わせて使うことが何かあるのかどうなのかも、まあ、合わせてちょっとやってみてるという感じです。なんとかいい、玉ねぎ苗作ってですね、来年の、豊作につなげたいと思います。こんな感じでちょっと玉ねぎの液肥ですね、動画にしてみました。ご視聴いただきましてありがとうございました。